マリサ、お金ないから1円パチンコで稼いでくるわ。霊夢やめとけ。1円パチンコは絶対に赤字になる。あるからくりがあるんだ。絶対赤字。パチンコ業界の衰退は、実は1円パチンコが原因なんていう人もいるくらいだぜ。ええー、衰退の原因、気になる。じゃあ今回は1円パチンコの裏事情や、絶対赤字になるからくり。パチンコがギャンブル依存症の温床で、破綻者を続出させている件について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、パチンコの歴史について見ていこう。現在のパチンコのルーツは、諸説あると言われているぜ。え、そうなの？ルーツって？かつて大正時代に欧米から輸入された、五輪とゲームやバガテルなどの、ゲーム機が原点と言われていたんだ。大正時代のゲーム機？全然イメージ湧かないんだけど。五輪とゲームもバガテルも同じものを指すぜ。手前に傾斜した、逆 U 字型の盤に10個の穴を開け、穴の周囲などに釘を打っておくんだ。盤の右下の隅から、小さな棒で玉を盤に打ち出し、玉が穴に入った結果で得点を競うゲームだぜ。ピンボールゲームみたいな、ものかしら。最近では横に寝ている仕様ではなく、パチンコのように縦型のボールマシンが、実は欧州各地に点在していたことがわかり、こちらがルーツとも言われているんだ。確かに木製だけど、形はほぼパチンコと一緒ね。こうしたゲーム機を露天商が扱い、縁日などに置いたことが、パチンコ用の始まりだぜ。へえ、最初は縁日のゲームだったんだ。時代が進み、太平洋戦争に突入すると、金属を国に納めなくてはいけなくなった。お寺の金すら回収されるレベルだったため、パチンコ玉は当然回収されてしまい、パチンコ店は営業できなくなったぜ。まさに、欲しがりません勝つまではだわ。戦後の復興とともにパチンコも復活し始め、昭和20年代半ばには、パチンコの神様と呼ばれる、正村武一氏が、現在のパチンコの基本となる画期的な釘配列、正村ゲージを考案したぜ。正村ゲージって？それまでは、バラ釘と呼ばれる均等な釘配列の間を、玉が落ちていくだけだったんだが、正村ゲージは釘配列に変化を持たせた結果、パチンコ台にスリルと意外性が増した。この正村式のパチンコ台は大人気となり、第一次パチンコブームが起こったんだ。正村ゲージはすごい発明だったのね。さらに昭和20年代後半には、玉を一つずつ入れて弾く単発式から、現在のように、玉皿から自動的に送り込まれる連発式が登場。短時間で玉を連発できることから、パチンコブームが加速し、最盛期には全国に4万5千件以上のパチンコ店が乱立したぜ。そんなにパチンコ店があったんだ。しかし連発式の誕生で、社交心を刺激するギャンブルに生まれ変わった結果、中毒的に依存する人も増え始める。あわわわ、プレイヤーが獲得した商品を路上で買い取る、通称売人が、ホールの周りをうろつくようになったりもしたんだ。さらに一度に負ける金額が多くなったことで、社会的な批判が高まってしまい、連発式はついに法改正により、禁止令を出されてしまった。確かに、聞いただけで治安悪そうだもの。批判が高まるのは仕方ないわ。当時のパチンコ機メーカーはこの反省を踏まえ、社交性に頼らない遊戯機の開発など、様々な工夫を凝らしたんだ。しかし、連発式は禁止されたままだったため、その後20年間は、店舗数が、1万件前後で低迷したぜ。ピーク時は4万以上あった店舗が、1万件に減るなんて、連発式の禁止はそれだけ痛手だったのね。こうした状況を打破したのが、1980年に登場したフィーバー機だ。フィーバー機？なんだか凄そう。フィーバー機とは、スタートと呼ばれる入場口に玉が入ると、中央に設置されたドラムが回転し、図柄が揃うと大当たりとなって、中央下部の大きな入場口が一定時間開放されるシステムだぜ。特別な音楽や映像が流れるやつか。社会の経済発展に連動する形で社交性も上がり、その5年間で数百件ずつ店舗が増えるという、第二次パチンコブームが起こったんだ。ここでパチンコは、大衆娯楽としての人気を不動のものにしていったぜ。お金があぶくのように消えていくパチンコは、まさにバブルの象徴と言えるわね。そしてバブル崩壊後もパチンコ業界は好調で、カラーモニター搭載など、技術革新も進んだ結果、パチンコホールの市場規模は、30兆円に達するほど巨大産業に成長したぜ。ちなみに30兆円というのは、トヨタの総売上とほぼ同じなんだ。世界のトヨタと同じ規模、凄すぎる。
1992年から続いたパチスロ黄金期には、4号機と呼ばれるマシンが主流だったぜ。4号機は名機が多く、今より規制が緩かったため、社交性の高いマシンだったんだ。レインボー札や、シゴロ札と呼ばれる、マシンを確保すれば勝利はほぼ濃厚だったぜ。勝利確定のマシンがあったら、私ならずっとそこでプレイしちゃうわ。他にもリールの出目によって設定し差があり、あらかじめ高設定台と分かって打つことができた。だから定職につかずに高設定台を狙って、朝から行列ができる光景が定番だった。そんなに熱い時代があったのね。私もタイムスリップして並びたい。しかし、そんな1円パチンコも、2000年代に入る頃から、徐々に下火になってくる。1995年に売り上げ約30兆円、参加人口2900万人だったパチンコ業界は、1998年には約28兆円、1980万人に減少。あれ？どうしちゃったの？その後、2004年の新世紀エヴァンゲリオンや、2006年のパチンコ冬のソナタなど、アニメや芸能人のタイアップで、一時的に大ヒットする台はあったものの、参加人口は緩やかに右肩下がり。背景にはやはり、規制によって、内容が渋くなったことや、それによって競馬や競艇に客足が流れたことが大きい。なるほどね。単純に面白みがなくなったのね。参加人口の推移を見てみると、思えばこの頃から、パチンコ離れは始まっていたってことか。そこで誕生したのが、1円パチンコだ。一番最初に導入したのは、2006年6月、ピーアークホールディングスが運営する、ピーアーク見立てんだと言われている。手軽に遊べる低資金向けのパチンコを作り、敷居を低くしようと考えたんだ。パチンコ人口減少に、歯止めをかけようとしたわけね。はじめは、見立てんの地下90台を、実験的に1円パチンコにするという試みだったが、これがうなぎ上がりに大ヒット。10年足らずで4円に匹敵する設置数まで増やしたそうだ。そもそもだけど、その1円とか4円とかって何？ 1 円でパチンコできるの？この1円とか4円っていうのは、パチンコ玉の貸し玉料金のことなんだ。例えば、500円で玉を借りる場合、4円パチンコでは125玉しか借りられないが、1円ならその4倍の500玉借りることができる。すごいさね。もっとわかりやすく言うと、今まで1時間で1万円、お金を使って遊んでいた人が、4時間は楽しめるようになるってことだな。おう、じゃ、断然1円パチンコの方がいいじゃない。いや、それが一概にそうとも言えないんだ。確かに手軽な資金で遊べるようにしたことで、女性や高齢者のお客さんも増え、参加人口減少に歯止めをかけるのには、一役買ったと言えるだろう。4円の台より人気だったんでしょ？だが、時間単価が落ちたパチンコ店としては、そのまま営業していては赤字必至だろ？確かに、お店の利益が4分の1になっても、基本その台を稼働する電気代やコストは、同じだからな。でも、1円台に人気が集まっちゃってるんでしょ？どうやって利益を出すの？釘を締めて、回らなくしているのさ。1円パチンコが登場した当初は、4倍遊べるパチンコ、がキャッチフレーズだったが、ただ回らない台で長く遊べても嬉しくない。やっぱり、4円パチンコに比べて、回りにくいとかあるのね。口コミによると、1円パチンコが登場した当初は、確かに、1000円で100回転以上は余裕で回ったようだ。2から3000円もあれば十分遊べる印象だな。2000円でパチンコできちゃうの？すごい、それなら負けても文句なし。しかし、それも最初だけの話。最近ではひどいところだと、1000円で30から40回しか回らないホールも、あるようだ。それって、勝つ見込みあるの？ほぼ、壊滅的だな。一般的に、せめて1000円で80回転以上は回らないと。期待値が低すぎると言われている。マジか。安かろう、悪かろうなのね。っていうか、釘を勝手に調整するのって、違法なんじゃないの？うん。厳密には、釘を調整する場合には、遊撃の変更として、都道府県の公安委員会の承認が必要になる。え、じゃあ勝手にいじっちゃダメじゃん。ただ、使用しているうちに狂いが生じて、釘をハンマーで叩いてメンテナンスする分には、申請不要とされているんだ。だから実際にはほとんどのパチンコホールで、その都度調整していることがほとんどだぜ。グレーゾーンなのね。実際には出玉率を調整する目的だったとしても、メンテナンスが必要だったって言えばいいわけだし、なら一応問題ないか。だが、店の利益率対策はもちろんそれだけではない。多くのパチンコホールで、1円パチンコは4円パチンコに比べて、景品の換金率が悪い。
あ、そうなの？換金率同じじゃないんだ？ああ。例えば4円パチンコで30玉交換なら、1円パチンコの場合、120玉交換で同じ交換率だと言えるだろ？単純に4倍だとそうね。しかし実際にはほとんどのお店で、1円パチンコは、160玉程度で交換としているんだ。え？じゃあ、釘を調整されて回りにくい上に、換金率まで悪いわけ？二重苦じゃない。まあ、そもそも店舗の建設費や人件費、光熱費や信頼の価格など、パチンコ店はそもそも、基本4円パチンコの収益をベースに、考えられているからな。それを4分の1の貸玉料金で、やっていこうとするなら、どこかに無理が生じるのは仕方ない。ちょっと考えてみればわかることだったわ。お客さんの還元率が低い上に、お店も薄利多売。これが、1円パチンコが衰退を招いたとも言われる理由だな。でもさ、それでも1円パチンコが普及した理由はなんで？1円パチンコが普及した、というか、1円パチンコの登場当初、4円パチンコのギャンブル性が、あまりに高すぎたんだ。当時は CR 機フルスペックの頃で、大当たり確率400分の1、1500回転ハマりもザラだったから、10万負けとかも普通にあったんだ。1日で10万負け？それはやばい。ここまでギャンブル性が高いスペックだと、一般的なお客さんがなかなかついてこれず、弱小ホールでは稼働ゼロなんてこともあったようだ。さすがに怖くて手が出ないわよね。電気代や、人件費を無駄に垂れ流して、代を空きにしておくくらいなら、1円パチンコを導入しよう、という考えになるのは当然だ。そうね、稼働ゼロにするくらいなら、単価が低くてもお客さん入れたい。売上が4分の1でも、その分4倍のお客さんを入れればいいわけだし。ああ。実際に、20から30人程度しか、来店しなかったパチンコホールが、1円パチンコを置いた途端、200人埋まった、なんてケースもある。すごい。来客数十倍。ただ、実は渋いのはお客さん側だけではなく、お店側にも落とし穴が隠されていた。え、まだ何かあるの？弱小ホールの苦肉の策のような、1円パチンコだが、当然1台あたりの売り上げが低いから、どんどん寝台に買い替えていくような余裕はない。基本は中古台での交換になったり、大々的なリニューアルなどができないから、ライバル店との差別化が難しくなるんだ。というか、旗艦店などの繁盛店では、1円パチンコを置いている割合が少ないだろ？言われてみれば、お店も本来は4円パチンコをやってほしいわけだし、流行ってる店はそもそも1円パチンコを置くメリットがないのね。さらに、1円パチンコの玉を使った、不正も起きるようになってしまった。不正？どうやって？東京都板橋区で2007年に起きた事件では、1円玉約8000発を、上着やズボンに隠し持った客が、4円玉の台に出入りしている様子が見つかっている。同様の事件が、静岡市内のお店でも起きていたようだ。というと、1円パチンコの玉を持ち帰って、4円パチンコの店で使おうとしたわけだな。そういうことか。1円パチンコの玉を、同店の4円パチンコのコーナーに持っていけば詐欺罪。他店の1円パチンコの玉を、4円パチンコの店で悪用しようとすれば、窃盗罪が成立する。れっきとした犯罪よね。しかし、実際には不正事例が後を絶たず、お店は戦々恐々といったところだな。あまり経費をかけたくない中、1個5円かけて金のメッキ玉を作ったり、玉を入れるドル箱の底に、IC チップを組み込んで、持ち出すとブザーが鳴るシステムを、導入するなど、対策が急がれている。あまりコストをかけたくないのに、これじゃ元が取れるのか心配だわ。そして、パチンコ業界は、ここ数年さらに苦境に立たされている。え、何があったの？実は近年、相変わらず業界は、規模縮小を続けているんだぜ。2022年のパチンコホール経営法人数は、前年より185社少ない1508社となり、2019年の2000社から、3年で約 25% 減少。そんなに減ってたんだ。コロちゃんが落ち着きを見せた、2022年以降は、パチンコへの客足も徐々に戻りつつある。そしたらまた盛り返すんじゃないの？しかし2022年のパチンコホール倒産件数は、34件と前年の16件から倍増したほか、名古屋の高尾の民事再生や、京都の西陣の廃業など、有名メーカーですら倒産、廃業が相次ぐなど、厳しい業界環境が浮き彫りになったぜ。どうしてそこまで厳しい環境になったのかしら？それには、手玉規制が影響していると言われている。警察庁は2017年7月に突如、パチンコ、パチスロの規制改正案を発表したんだ。
どんな規制改正案だったの？規制の主な内容は、パチンコで大当たりした時の出玉数の上限を、2400個から1500個に引き下げるもの。パチスロも同様に480枚から300枚になるぜ。随分少なくなってしまうのね。また、標準的な遊戯時間とされる、4時間で獲得できる出玉が、発射総数の 1.5 倍となった。一発4円で換算すると、4万8000円が上限になるんだ。この規制改正で6号機が導入されたが、このマシンはかなり不評らしい。そんなに不評なの？マシンの性能が5号機のままで、出玉率だけ下がり、誰もが認めるクソマシンと言われているぜ。2022年には改良版の 6.5 号機が導入されたが、規制が緩かった時代を知っている人にとっては、格段につまらなくなってしまっているんだ。どうしていきなり厳しい出玉規制をしたのかしら？規制の指揮を取る警察庁によれば、規制の目的はギャンブル依存症を減らすためだそうだ。カジノ解禁に向けて依存症対策は大きな課題で、警察としても力を入れざるを得ないらしい。ギャンブル依存症って、そんなに深刻な問題なんだ？日本のギャンブル依存症は、実はかなり深刻なんだぜ。厚生労働省がギャンブル依存症の実態把握のため、実施した調査によると、障害で、ギャンブル依存症のような状態になったことがある人は、成人の 3.6% と推計された。3.6% ならそんなにいないじゃない。いや、人数で換算すると、約320万人と言われている。そう言われると多くてびっくり。過去にギャンブル依存症が、疑われる状態になった人のうち、お金を費やした対象は、パチンコ、パチスロが最多だったんだぜ。ギャンブル依存症になった人の中には、お金がなくなり自丸未遂をした人や、多額の借金を抱え、自己破産した人もいるんだ。ひえ、そんな恐ろしいことになるんだ。パチンコ業界が衰退したのは、他にも原因があると言われているぜ。まだあるの？実はパチンコで遊ぶ人口が年々減少していて、特に若者のパチンコ離れが深刻なんだ。若者がパチンコをしなくなったってこと？パチンコ、パチスロの遊戯参加人口は、1980から1995年までは、2800から900万人だったが、2009年には1720万人、2013年には970万人、そして2021年の時点では、813万人まで減少しているぜ。ピークの頃から見ると、約3分の1にまで減少しているわ。減少している理由はいくつか考えられるが、まずは禁煙が原因だと言われているんだ。なんで禁煙がパチンコ離れの原因なの？2020年4月1日に、改正健康増進法が施行され、すべての施設が屋内原則禁煙となった。パチンコは気兼ねなくタバコを吸いながら、ゆっくり過ごせる場所として愛されてきたが、禁煙になれば喫煙者が長時間いることは、難しくなってしまう。確かにパチンコする人って、タバコも好きなイメージがあるわ。さらにパチンコ店は、コロちゃんリスクが高いイメージがついたことにより、高齢者の客足が戻らなくなっているそうだ。パチンコ店に入ると、意外と高齢者が多いのよね。コロちゃんが始まった2020年から、2021年の間に、パチンコ人口は約200万人減少している。コロちゃんの影響で、特に高齢者がパチンコ店に行くことを、控えているそうだ。今もコロちゃんは根絶したとは言えないものね。高齢者にとっては足を運びにくいのかも。もう一つの大きな原因として考えられているのが、若者のパチンコ離れだ。全国の20代を対象とした、〇〇離れに関する調査では、3位の車が 39.2%、2位のタバコが 60.7% に対し、1位のギャンブルが 63.3% だぜ。なんで若者はギャンブルしなくなったのかしら？これは地方に若者が少ないことも影響していて、メインユーザーである50から70代からの、切り替わりがうまくいかず、今後の客足に影響すると言われているんだ。少子高齢化の波がパチンコにも影響しているのね。それに今の若者は、ネットを通じて、パチンコのリスクが知られているのも原因だぜ。パチンコのリスクって？パチンコは絶対勝てないようになっている、という仕組みだ。確かに負けることもあるけど、絶対勝てないってどういうこと？そもそもパチンコ店にとっての収入は、お客さんの負けたお金だからな。負けたお金で経営が成り立っている以上、勝つ人が多いと赤字になってしまうぜ。確かに、パチンコ店を運営するには、思った以上に経費がかかるんだ。都内の駅前にある店なら家賃はだいたい1000万円、寝台の入れ替えには1600万円、人件費に544万円、光熱費200万円、
合計3244万円プラスアルファが一月にかかる。光熱費えぐくない？そんなに大金が必要だったなんて。しかもこれは最低ラインだからな。他にも費用はかかるし、もちろん利益も必要だぜ。これを全部、お客さんの負けたお金で、賄わないといけないわけね。さらに細かく見ていくと、パチンコには巧妙にお金を、搾取する仕組みがあるんだ。一体どんな仕組みなの？パチンコ店が運営費用をやりくりしながら、利益を出すには、お客さんから抜ける仕組みがあるんだ。これを控除率と言うんだぜ。控除率って税金みたいね。この控除率が低いほどお客側が有利になり、高いほど店側が有利になるんだが、宝くじの控除率が 54%、競馬や競輪など公営レースの控除率が 20-30% に対し、パチンコ、パチスロの控除率は 10-15% ほどなんだ。宝くじに比べれば、パチンコ、パチスロの方が勝ちやすいように見えるけど、しかしこの 10-15% というのは、業界全体の数字で、結局のところ釘の調整や設定差などで、抜く分は店ごとに自由に決められるんだぜ。ということは店によって、当たり外れがあるんだ。遊戯人口が減っている昨今、控除率はさらに上がっていると言われているんだ。そのため釘などの設定が、年々渋くなってきているんだぜ。お店側が自分で釘の設定をいじるの？本来パチンコの釘を店側がいじる行為は、禁止される違法行為なんだが、実際には暗黙の了解というか、グレーなまま放置されているのが現状だ。そのため店側がお客さんに勝たせないよう、渋めに設定を変えていることが多いぜ。そんなことしてたら、お客さん減るんじゃない？今後パチンコ台は封入式といって、いじれない仕組みに変えるとも言われている。だがそうなった場合、前代一律で低設定になる可能性が高いんだ。どっちにしてもお客さんにとってはマイナスだわ。そして出玉規制の強化によって、大当たりも出にくくなってしまった。6号機に変わったことによって、投資のスピードや金額は変わらないのに、出玉が一気に少なくなってしまったんだ。これはギャンブル依存症を減らすためだから、仕方ない部分もあると思うわ。ただずっと負けたままでいると、逆に人間は、負けたままでは終われないと思うんだ。それじゃあ出玉規制も逆効果じゃない。パチンコ店では閉店時間が近づくと、その日の負けを取り返したい心理が働くぜ。それで低設定でも一発告知の台で、何発か当てようと躍起になったりしてしまうんだ。恐ろしい心理だわ。この心理は借金がある場合凶悪化し、負けを取り返さないといけない心理になるぜ。働いて稼いだ収入が、負けた額や借金に届かない場合は、何としても勝たないといけないという、心理にとらわれてしまうんだ。まさに負のスパイラルね。それに、そもそもパチンコというゲーム自体、社交心を煽るように作られている。社交心は苦労せずに、思いがけず利益を得ることを、期待する心理なのだが、パチンコには様々な演出で、この社交心を煽るようにできているんだぜ。借金があるとか関係なく、ゲーム自体に熱中してしまう場合もあるのね。こうしてパチンコに熱中していくと、ギャンブル依存症に陥ってしまい、勝ち負け関係なく、ずっとパチンコをしないと、気が済まない状態にまでなってしまう。こうなればどんなに渋い設定にしたとしても、お客さんはパチンコから離れられない。あり地獄のように、ハマったら抜け出せなくなるってわけね。これらの仕組みによって、パチンコは必ず胴元が、儲かるという仕組みになっているが、今はやる前からネットでそのことを知れるため、手を出さない若者が多いんだぜ。若者がギャンブル依存症にならないなら、良いことじゃないの？いや。ところが最近の若者は、決してギャンブルを嫌いになったわけじゃない。他の形でギャンブルを遊んでいるんだ。他の形って？それは、スマホゲームなどの有料コンテンツ。確かにスマホゲームでガチャに課金とか、聞いたことがあるわ。パチンコの最盛期と比べて、現代ではネットと、スマホの普及により娯楽が多様化。特にスマホゲームの課金ガチャは、パチンコに流れていた余暇資金を奪ったぜ。本来パチンコをやるような人たちが、みんなガチャに回ってしまったのね。さらに最近は、公営ギャンブルに鞍替えする人が、増加傾向にあるんだ。あれ？ギャンブル離れしてるんじゃないの？公営ギャンブルではネット投票など、サービスを進化させていることに加えて、動画配信や有名人の起用など、積極的にアピール活動をしているぜ。馬女とか女性への PR もしてるわよね。私も馬娘見て競馬に興味持ったわ。競艇でもドラマ仕立ての CM を流すなど、若者へのアプローチを図っている。経産省担当者は、PR がスマートで、ギャンブルの悪いイメージを持つ人が少なくなっているのでは。
と分析しているぜ。これじゃあパチンコが一人負けじゃない。なんとか打開しないと。もちろんパチンコ業界も、様々な工夫を試みている。これまでパチンコ業界では、店側も客側も、自分の儲けを追求しすぎたことにより、バランスが崩れてしまったことが、問題だと考えられるぜ。借金してまでパチンコする人が増えると、ますます規制が厳しくなるものね。これからは低コストの ECO 遊撃の導入や、低予算で遊べる環境を充実させるなど、お互いにバランスよく、無理しない範囲で遊べる環境を整えるのが大切だろう。90年代の黄金期と打って変わって、パチンコ業界までなんか控えめ。またパチンコそのものを娯楽として、楽しみたいという人も多い。これまでの大音量の派手な、ギミックだけではなく球の動きを楽しめるような、低コストで落ち着いた方向への、回帰へ踏み込んでいくと思うぜ。とにかくバランスが大事ということ？そう、店側が適正な価格でサービス提供し、客側もそれに見合った対価を払うなど、時代に合った適正なバランスに向けて、取り組みが必要だと思うぜ。そうね、どちらかが大儲けするんじゃなくて、持ちつ持たれつの関係を続けていくことが、これからのパチンコ業界には必要だと思うわ。みんなは1円パチンコについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。